ここまで来ればもう大丈夫そうね。私は手がかりを探しに行くわ。ゆまる、おっと、これはこれは、様之助殿、考えていただけましたかな。信長公に仕える剣、どけ。おっとあの小僧を救おうだなんてもう間に合いませんよ。信長公が現場の力を借りて天下を取ろうとしてるのはもうご存知でしょう。無駄な努力はやめた方が良いですぞ。ふざけるな。それで罪もない大勢の人間を現場の餌として地底に送り込むのか。そうだ、この世は弱肉強食、農民は侍に従い、人間は現場に従うしかない。てめえ、あと一刻も経たぬうちに暗黒儀式が行われる。雪姫のドクロに基地を満たし、信長公が一気に飲み干せば斎藤家との戦は我が織田勢の勝利間違いなし。にゃっと。またお会いしましょう、様之助殿。Thank you.
お姉ちゃん、お姉ちゃんは？もう大丈夫だ、夢丸。何も心配することはないぞ。お姉ちゃんを、お姉ちゃんを。心配するな。雪姫は必ず助け出す。楓、雪姫がどうしてこの子を可愛がっていたかわかるか？戦国大名の姫として生まれ、政略結婚の道具として育てられた雪姫には自由なんて一つもなかった。だから弱い者を見ると自分と同じように思え、放っておけなかったんだ。今の世は強い者だけがのさばりやがって。サマノスケ。そうだ、ミマル、お前に世界を見せてやろう。世界？うん。4年前、俺は叔父の光秀に勧められ、日本を飛び出した。海の向こうで俺は、肌の色も言葉も違う多くの人間と出会い、日本では到底経験できない体験をした。夢丸、世界にはお前の知らないことがいっぱいあるぞ。自由がある、希望がある。それをたくさん見てみんなに教えてやるんだ。小さな領土を争って戦なんかしてもつまらねえってな。助けて。誰だお前は？ご正室、初姫様の腰元でヌイと申します。雪姫様が地下に。しっかりしろ。楓、残された時間はあとわずかだ。俺は雪姫を助けに行く。この腰元と夢丸は頼んだぞ。分かった。